皆さんこんにちは。今回の Easy Japanese は東北大学からお送りします。今日は日本の大学生に学生生活について聞いてみたいと思います。一番学生生活でサークルですかね。やっぱり大学生活でこう今一番楽しいことはサークルですか？そうですね、サークルも楽しいですし、まあ、大学生だとちょっと自由な時間っていうのも多いと思うんで、うんうんうん、その分趣味とかにも時間使えてますね。今熱中してるものは何ですか？今熱中してるのはそうですね、やっぱりこれですかね。今じゃ一番楽しいことは何ですか？そうですね、私蕎麦屋でバイトしてて、蕎麦屋さんのまかないがいつも豪華なお蕎麦を食べれるのでバイトが楽しいです。今じゃ一番楽しいことは何ですか？今は私部活をやってるので、うんうん、部活が楽しいです。あ、何部なんですか？バレーボール部。あ、バレーボール。あ、意外。普段は何してる時が一番楽しいですか？寝てる時です。僕も寝てる時。勉強の方はどうですか？勉強はそうですね、まあ正直全然やってないですね。ですよね。そうですね。勉強する時間はほぼない？まあないですね、うん、僕もないですね。もう自分から勉強するっていうのはなくなりました。まあ1日 1,2 時間ぐらいになっちゃいましたかね。1日1時間もすればいい方なんじゃないかなって。しない日も、はい、あります。そうですね、大体でも 1,2 時間くらいですか。どうですか、勉強はしてますか？はい、してます。本当ですか？はい、してますよ。いや、してないですよ。全くしてないです。いや、もうむっちゃ勉強しますけど。え、いや、もう毎日もう勉強やってます。嘘、何学部なんですか？いや、工学部ですけど。なんかみんな笑ってるんですけど。いや、もうみんな多分分かってるんで。皆さん勉強してますか、普段？いや、俺が特別だと思うんですけど。何時間くらい勉強してるんですか？2分。2分2分くらいですかね。2分くらい。高校の時は大学受験のためにどれくらい勉強してましたか？高校の時はもう授業が終わったら結構8時くらいまで自習室が空いてたんで残ってやっていって、家に帰ってご飯を食べて勉強してっていう感じだったんで。ご飯食べたり寝たりする以外は基本勉強みたいな感じですからね。1日9時間とかですかね。受験期は、5時間くらいはやってました。高校の時代の自分と比べてどれくらいしてないですか？5分の1ぐらいですかね。時間的には10分の1ですね。やっぱこう勉強の優先順位はぐっと下がりますよね、日本大学生は。そうですね、うん、他やりたいことができちゃうんで。だよね、はい。ちなみにサークルですか、こう部活？これはちょっと 身内の友達で作った、うん、え、可愛い、はい、ちょっと、はい、クラス T シャツみたいな感じですか？そんな感じで、すごい、はい、普段着てるんですか？実験の時とかにこう一致団結みたいな。たまに、あと飲み会の時にみんなで着たりとか。おー、すごい、はい、そうなんだ、はい、素敵。高校時代の自分と大学時代の今の自分を比べて、はい、どうですか？もう顔が丸くなっちゃいましたね。充実してますね、リア充ですね。あ、本当にリア充ですか？まあ、全然全然、はい、そこはそうなんだ。今やりたいこととか大学生活でこれからやりたいこと。彼女とデート行くことです。彼女とデート行くことです。彼女とデート行くことです。俺も電車。俺も同じです。彼女は、まあ、そこそこ可愛い子募集してるんで よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。今ね、急がなきゃいけないの。I'm not gonna lie.